テレビ初公開となりますスメレさんの弟キャメル君です。どうぞ。この後イケメンすぎる弟に、めちゃめちゃ男前や。テレビ初公開となりますスメレさんの弟キャメル君です。どうぞ。めちゃめちゃ男前や。めっちゃ男前。どうぞどうぞ、はい、どうぞ前の方へ。めちゃめちゃいい。Good to see you. Oh my god。キャメロン君、はい、もう我々これ見てるから急にでかなったなみたいな感じありますけども。ね、キャメロン君はいくつなんですか？もう23になります、ね、23歳、はいはい、今あの早稲田大学の4年生なんですって、芸能というかそういう活動されてるんですか？1年半ぐらい前に辞めちゃったんですけど、音楽活動やってまして、バンドを結成してて、で作詞作曲、あとはライブ演奏とかもやったりしてましたね、はい。1年ぶりぐらいかな。もう1年アメリカに1年間いて、はい、でその時からずっと会ってなくて、最後に会ったのが去年の6月、あのチャリティーコンサート姉さんが開いた時に出さ、そうか。それ年に1回とかでこうわってもう全ファミリーで集まるみたいなことはあったりするの？1回だけパパとリコちゃんとディナーした時にキャメロンも呼んで、うん、合わせたことがあります。一緒に遊んでた思い出っていうのはあるんですか？ハワイでダイヤモンドヘッドとか登ったの覚えてる。おしゃれ、思い出がおしゃれ。2人でなんか東京で遊んだりとかはないの？家でちょっと食べながらギター弾いてもらって私が歌ってみたいな。そんなんが始まるわけ？自分の家族に置き換えたらちょっと笑っちゃう。笑っちゃうよな。笑ってまうな。もうお姉ちゃんっていう感覚なの？もう完全にお姉ちゃんですね。血はつながってないですけど最高のお姉さんですよ。そんなねキャメル君ですけども、実はこの場を借りてちょっとスメレちゃんに告白したいことがあるらしいんですよ。今日は手紙に書いてきてくれますんで、手紙をもらうなんてことなかなかないんじゃないですか？多分キャメロンからは初めてかも。